全日本プロレスチャンピオンカーニバル、残すところあと2戦となりました。これから全日本プロレス名誉レフェリーの和田恭平さんを放送席にお招きして、そしてその後には選手たちも実況席に参ります。たっぷりと今大会の模様をお届けしていきたいと思います。恭平さん、よろしくお願いいたします。いや、もうチャンピオンカーニバルも残すところ2戦ですね。あっという間だね。今大会に関しましては、今年に関しては、ね、10人総当たりという形で行われているんですが、現在首位が5勝2敗勝ち点10のジェイク・リーという状況になっています。どうご覧になってますか？うん、決定だね。決定ですか？まあ、今日の試合だよね。そうですね、今日は石川修司との戦いがジェイク選手ありますね。この試合さえも取っちまえばもうジェイクでしょう。そうですね、かなり大きく一歩リードという形になっていきます。うん、そしてメインイベントでは宮原、青柳、この世界タッグのパートナー同士がメインイベントですが、いや、逆にこれが一番面白いんじゃないかなっていう、ね、味方同士なんだけど敵なんだよね。そうですね、しかも優勝争いに2人とも残っているっていう状況ですから、そこなんですよね。まあ、楽しみっちゃ楽しみだよね。はい、大注目の大会となります。どうぞお楽しみに。まもなくゴングです。大変長らくお待たせいたしました。本日の第1試合、シングルマッチ20分一本勝負を行います。全日本プロレス TV をご覧の皆さん、こんにちは。実況の新谷健太郎です。ゴールデンウィークがいよいよ始まっています。全日本プロレスのチャンピオンカーニバルは残すところ2戦。今年の優勝は、そして 5.16 大竹でのビッグマッチを控える中、一戦も見逃せない戦いが続いていきます。本田龍樹、青コーナーから入場、21歳本田龍樹です。21歳の若き力、このオープニングがマッチから見せていくことはできるでしょうか。本田龍樹、本田は今年から全日本に所属。その時を遡ることを1年前、この全日本に入団したのが今入ってくるこの吉立です。オープニングマッチで先輩レスラーとして、全日本のその先輩レスラーとしての戦いをしっかりと見せていくことでしょう。吉立、このリングの周り、雰囲気を自らのものと変えながら、吉立キングダムワールドフェイマス250ポンド吉立入ってまいりました。吉立です。オープニングを飾るのは吉立と本田龍樹です。神林大輔、放送席には全日本プロレス名誉レフェリーの和田恭平さんです。恭平さん、改めてよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。さあ、本田と吉立、まあ、1年前の1月1日に入団したのが吉立、そして今年の1月付で入団してきたのが本田という形となりますね。この2人がオープニングマッチということになります。逆に言えばこれもチャンピオンカーニバルだよ。そうですよね、うん、この2人が対戦してもおかしくない、うん、いずれですよね、うん、本田からすればいずれですよね。はい、さあ試合が始まります。まあ、まさしくそのいずれというのを、まあ、どれだけ早くつかめるかというところになりますね、本田は。うん、そういうことだね。まだ少し体つきがしっかりしました、本田龍樹。この試合が面白いですね。うん、仁王立ちで向かっていくのは吉立の方をがっぷりと受け止めました。まずはグラウンドの展開、バックを取り返しました本田龍樹です。腕をぎゅっと絞り上げるか、体勢を自らの形に変えていきます。まだバックを取っていて、ようやくこれで腕を絞っていく、ハンマーロック捉えました。さあ、本田ですが、これではもう入団して所属になりまして、まあ、およそもう4ヶ月は経とうというところですけれども、どうですか印象は。うん、安心しちゃダメだよね。うん、やっぱり全日本の仲間っていう風なその安心感で、はい、今試合してんじゃないかなっていう。だから先輩からもやっぱり小言が多いですよね。はい、うん、もっとしっかりやれってね。だから今日なんか吉立がどういうふうにやるか、うん、ね、昨日通路で
控え室の後ろでもっとしっかりしろって言われてましたからね。あ、そうでしたか、はい。まあ、です確かにあの本田からしてみれば1月に入団して確かに少しもう時期がねこう経ってきたというところになってきますよね。全日本に入ってある意味そのいい意味での慣れっていうところもね出てきたでしょうし、だからその慣れに慣れちゃダメだよね、はい。だからこれこそあれですよ、あの吉田だろうなんだろうね、ガツンガツンいってもいいんじゃないかっていう、うんうん、それを期待してんだけどね、吉田の方もね。ですからその慣れを経験とするのかそれとも甘んじてしまうのかというところになってきます、うん。さあこれはロープの外に体が出ています、足が出ています、ロープブレイクという形になります。立ち上がったのは先に吉田、真っ向からです。もっと言っていいわけですね。そういうことです、そういうことです、うん。吉田もそれをひょっとすると待っているのかもしれません。待ってんですよ、待ってんだけど結局本田がどういうふうに来るかっていうね、はい、それをちょっと期待してるんだけど、王道ストロングスタイルという文字が見えます吉田。吉田からしますとチャンピオンカーニバルという言葉もさっきありましたが、そのチャンピオンカーニバルには出場せず、己はこの時期には異種格闘技戦というものを打ち出しました。 5.16 大田区体育館大会では元プロボクシング世界王者の西島陽介との対戦が控えています、うん。これはやっぱり自分にやっぱ厳しくしてんだよね、うん、自分に。だから本田もガンガン行かなきゃいけないんだけど自分もガンガン行かなきゃいけないんですよ、はい。だからそういうことでこの試合が面白いなっていう。なるほど。ですからこの挑戦するという形で言いますと本田は当然のこと、やっぱりこのレスラーたるもの常に、ね、挑戦なわけですもんね。そうですね、リングに上がる以上、うん、今もそう簡単にブイゼラもやられない、やらさないです、うん。そんなにプロレスは甘くないぞと、うん、そういうことですよ。強烈な蹴りです、もう一つ。そして3発目も、まあ、吉田もこういうものを若い頃さんざん経験してましたものね、うん。だからなんていうかな、教えてあげたいところなんでね、もう今の蹴りでも厳しいですよこれ、はい。ここでねやられちゃいけないんですよ、うん。ここで向かっていかなきゃいけないんだよね、はい、だからね、まさしくその新日本プロレス その新人時代にはそういう厳しい戦いを経て、そしてアメリカに渡ってアメリカでも本当にこの世界というものを見てきました吉田。そして今この全日本でその王道をさらに自分のキャリアへとミックスしているわけです。その自分の集大成というものをしっかりとこの本田にねじ込むように、今リバースハーフボストンクラブの体勢からさらに腕を捉えていきます。これでも厳しいですよ、はい。なんとか腕を伸ばしました本田隆起。本田隆起はレッスルワンでのデビューでした。ただそのレッスルワンが活動休止となり、若くして自身の所属するところがなくなってしまうというところ、まあ、そこを全日本プロレスに直談判をしてフリーでの参戦でした。その活躍を認められてこの所属と新たになったというのが本田隆起。さあカバーに入る吉田、強烈な膝でした。ですから本田からするといわゆるその気持ちを買ってもらったというわけですからね、全日本プロレスに。うん、今でも危ないな。危ないですか、うん。顔に当たってるというか、うん、あれもうちょっと来るって顎折れますよ。さあエルボー放っていく、ロープに飛んで強烈ランニングエルボーです。本田隆起の強烈なエルボー、ここで持っていけっていう、もう一段もう二段と、はい、ここで持っていかなきゃいけないんですよ。間を置いてはいけません。いけるかエルボー。さあニュートラルコーナーに引っ張り出してからのブレーンバスター、思い切って持ち上げました本田隆起。カウントアトゥー、本田パワーある選手ですよね、うん。パワーありますよ、ええ、だからここでねもう次のことを考えなきゃいけないんですよ、はい。何をやっていいかって今悩んでますよ、何をやるかって。やはりこのチャンピオンになるような選手たちはそこに流れがあるなんていう、ね、言い方しますよね。自分のフィニッシュへの一気流れ、強烈ビッグブーツ、カウンターで入った。ちょっとこれは視線が飛んでいます、本田隆起です。吉田が一気に攻勢に出ます。さあここからもう吉田の流れか、吉田はボディスラム叩きつけた。本田がちょっとこれ動きが完全に止まっています。もう今の蹴り一発で、ええ、やっと逆エビだ。
ボストンクラブリングの中央に連れて行って引っ張っていって、踏ん張んなきゃダメ、踏ん張んなきゃ、腰を落とします。全日本のど真ん中でこの逆エビ固め、なんとか逃れました。ここはようやくこの腕が伸びたという形、本田龍樹。さらに追撃を加えていきます吉達です。厳しいね、今日は。今日はより感じますね、うん、厳しいです。顔つきが違うもんね、あーもう一つ、あー向かっていきたい、来いと吉達、向かっていく、あーっとこれ入ってしまった、顎に入った、顎に入った。さあどうだ、なんとか返す。さあもう一つ、もう一回か、もう一度いきます、この逆エビ。危ない危ない危ない、引っ張っていく。さあどうだ、あー止まった。さすがに2回目は耐え切ることができません。吉達の勝ち。吉達今日は鬼の表情、厳しさ険しさ見せました。毎回こういう顔してほしいよね。まだだね、本田もね、もうちょっとね、さっきね、後ろに回った時あそこで投げるかって何か考えなきゃいけないところを、はい、うん、そこでちょっとまずったな。あのブレーンバスターの後にワンツーで跳ねた後に、はい、自分が今度は何をやろうかっていうのをまだ感じ取ってないんだよね。あそこでワンツーで跳ねた後に何をしようっていうのをちょっと考えれば、まああと何年かだろうね。さあここは先輩が肩を支えて下がっていきます。吉田と本田、第1試合が終了しています。本日の第2試合、ジュニアスペシャル6人タッグマッチ、20分一本勝負を行います。全日本の主砲、世界ジュニア、そのベルトを持つシーマが佐藤光相手に防衛を果たした後、直接リングに呼び出し挑戦者に指名したのが岩本浩二でした。入ってきたのは田村ダン、爆発力をさらに爆発させたいところ。イタリアから日本へ、フランシスコ・アキラ、210ポンド岩本浩二、 5.16。 シーマに次はチャレンジャーとして岩本浩二です。大田区でついに決まったシーマ対岩本浩二の世界ジュニア。ジュニアの面々はアピールを忘れてはなりません。相手がどれだけ実績のある選手であろうと、指を加えているだけでは生き残れないこのリング。第2試合というチャレンジが許される場でどれだけアピールできるか。いざなぎ、アジアタッグチャンピオンです、いざなぎ。ネクストリーム180ポンド青柳敦樹、今日のメインイベントでは兄が戦います。敦樹も負けじと、愛媛プロレス180ポンドライジングハヤト、愛媛プロレス所属ライジングハヤトです。第2試合がこれから始まります。6人タッグマッチ、赤コーナーフランシスコ・アキラ、岩本浩二、そして田村ダン、青コーナーにイザナギ、青柳敦樹、そしてライジングハヤトです。この試合も和田恭平レフェリーの解説です。よろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。さあこの試合どう見ますか、恭平さんは。いや面白いと思いますけど、イザナギいらないなってイザナギはこのネクストリームの2人とはライジングハヤトと青柳敦樹とは別のね、うん、ユニットになりますよね。でもこれもまたこれで面白いんだけどね。でもいらないなっていう、そこが面白いところだよね。なるほど、どういう味を出してくるか。そういうことなんですよ、はい、青コーナーイザナギ、このハヤトと敦樹を制して自分が行くと先発を買って出ましたイザナギです。
まあ、こういう一つ一つの動きからまた何を考えているのかというイザナギになってきます。なんでイザナギが最初に出たんだろう。ダウはここのところ好調ですね。いや、いいですよ、やっぱりね。ちょっと一皮むけてきたな。お、具体的にどこにそれは感じますか、京平さんは。このね、顔つき、はい、うん、負けん気というか、やっぱり諏訪間選手についてるだけあってね、鍛えられてますよ。諏訪間、そして佐藤光とともにこのエボリューションでずっとこの戦っています。さらに一皮というところ、どん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 向けていくことを期待されているこの田村ダン、うん、来年楽しみだな。チャンピオンカーニバルでという意味ですか。いや、もうベルト巻いてもおかしくないですよね、はい、逆に言うとね、まだちょっと早いなって感じしますけど、でももう来年あたり面白くなってきますよね。去年に関して言えば世界ジュニアへの挑戦、岩本への挑戦というのがありました、田村ダンです。まあ、それを真っ向勝負で食い止めたというのが、今同じ今日はタッグパートナーとして戦います岩本浩二。おー、ここはイザナギに打ち勝ちました、ね、ふてぶてしいでしょ、ね、こういうとこいいですよね。だ、まさしく先ほどの本田隆起にも、まあ、こういうところライバルとして、ね、切磋琢磨していってほしいところですよね。ボディスラムを投げた、カバーしたっていうね、そういうところが分かってきてるんですよね。今までならきっとカバーしないですよね。なるほど。確かにちょっと半年ぐらい前ですかね、京平さんとそういうお話したかもしれません、はい、このダンの試合で、きっとそんなこと言ってましたよね、でもだからそこの辺が変わってきた。今敦貴が入ってきましたが、敦貴の試合でも同じような、ね、ことをね、京平さんとお話させていただいたような記憶がうっすらとですが、はい、私残ってますね。ちょっとしたことなんですけどね、はい、でここでじゃあ敦貴と明がどんな攻防するか、うん、また去年とは全然違うと思うんですよね。フランシスコ・アキラはこれ体も大きくなりました。そして技の豊富さというのは、これはなかなかこの日本人の若手にはないぐらいの技の種類を持ちます、フランシスコ・アキラ。おっと、ここ足を捉えて早い展開だ。今度はアキラが上から抑えにかかってすぐに返しました、青柳敦貴。両者羽を着た、敦貴とフランシスコ・アキラ。いや、これお客さんいたら拍手ですよね。そうですね、今の攻防でもなかなかできませんよ、うん、こういう一つの一つの動きをどんどんと磨いていきます若手の選手たちです。ですから今この20代前半の選手というのが全日本プロレス多いですから、それはこの愛媛プロレスから参戦している青コーナーのライジング隼人も同じです、うん、そうですね、隼人なんかでも、もう自分の地元帰ったらもうトップレスラーになっちゃうんじゃないかな、はい、うん、この愛媛プロレスではその頂点である四国統一ヘビー、これは巻いています。すでに当然ですよね、もうこっちでこれだけ戦ってるわけですからね、はい、もう当然のことなんですよ、はい、さあここは2人で連携を見せるネクストリーム、2人だ。両者このネクストリームのリーダー宮原が得意とするようなドロップキックをサンドイッチで見舞っていきました。そしてライジングハヤトがアキラの足を捉えて、さあ何を見せるか、逆エビか、一気に腰を落とします。赤コーナーに見せつけるようにイザナギと青柳敦貴がここはプレッシャーをかけてカットに入らせまいとしています。わあ、さらにこれは片足にしたぞ、片足にしたぞ、これ角度がすごい厳しいぞ、これはなんとかこれは手を伸ばしました。腕がロープの外に出ています。これ厳しい攻め見せましたね。厳しいですよ、どうイザナギが止めに行くでしょ、はい、うん、これがやっぱり一味違いますよね。動き率先したのはやはりイザナギでしたね、うん、やっぱりなかなかできないですよこういうのも。そしてそれにこう追随していく形になったのは敦貴の方でした。さあイザナギ、ここはガットショットを見舞っていく。現在のアジアタッグチャンピオンですイザナギ、ゼウスと共にそのベルトを巻いています。今日もゼウスは試合を行います。チャンピオンカーニバル公式戦土井浩二との試合が控えています。この後の第4試合です。さあ顔面をかきむしっていく、アキラの捕まる時間がちょっと長くなりました、うん、そうですね、ここで岩本に変わってほしいですよね。おう、エッジ切り、いい動きです、フランシスコ・アキラ。さあ赤コーナーが呼んでいる、岩本が呼んでいる。さあここはダンが入ってきました。ダンに変わったね。そうですね、
岩本は温存というところでしょうか。まあ、岩本手を伸ばしてはいましたが、さあダンがもう一ショットだ。この勢いパワーでこれイザナギもちょっと面食ってる感じですかね。いやだから本当にダンが怖い存在になってきてるんですよ。うわーこれ胸に一撃、そしてもう一つ、あーハイキック、トーラースキックもこれは当たっているぞ。さらに担ぎ上げたバックフリップ。さあここは両者ダウンという形です。一気に流れを作りたいのは両チーム。さあここで入ってくる岩本浩二です。そしてライジング早田、いよいよ岩本が入ってきます。これは別物だよね。ちょっとこの中でもかなり違う動きになってきますね、うん、おお、これは見えている。岩本だってやっぱり俺次のねジュニアのチャレンジャーですからね、はい、うん、ここで止まるわけにいかないっていう。今目の前のこの対戦相手はもちろんですが、やっぱり頭のどこかに常にシーマというのがね、いや常にありますよ、もう 5.16 大田区大会そこなんだと。いやしかしここはいい勢いを見せていくのは隼人と青柳敦樹。さあそして前に落とした。さあカウントアウトだ。岩本浩二を追い込んでいます新生ネクストリームの2人です。若い2人が全ジュニア王者、世界ジュニア王者をそのまま追い込むか。スワンダイブでこれはかわしている岩本、見えています。持ち上げてニアパー、さらにバックからジャマン高速で、そして勢いをつけるロピトで左のラリアット。さあカウントどうだ、イザナギ間に合った。さあ乱戦となってきました。一気に選手が入り乱れる形、ここを制するのは誰か。アキラが飛ぶぞ、アキラが飛ぶぞ、飛んだブランチャー、2人まとめて排除していきました。もうこうなったらもう早く、ここの芸術文句なしで3カウント、ね、こうなっちゃいますよね。勢いが違う。74秒、岩本浩二の勝ち。今もうこの岩本に目の前の敵はただ敗れるのみです。 5.16 大田区まで突っ走るのみ岩本浩二、その勢いですね。もう勢いが全然違う、向こう2人がかりでやってんだけどね、はい、岩本選手自体がね死にたいじゃないんですよ、もう来るの待ってますもんね。なるほど、前回のシーマとの戦いでは敗れてベルトを失いました。今度こそはという、フランシスコ・アキラ、カムラ・ダン、岩本浩二、カムラ・ダンボ、イザナギに向かって、アピールしてますね。ベルトだと、それを意に介さないようなイザナギの動きですが、アジアタッグ王者のこのイザナギへの挑戦をねこう示唆するような動き、あの先日勝ったんですよね。そうなんですよ、だから、うん、そういうのもあるんですよね、やっぱりやらせろと、やらせろですね、こういう思いでしょうか、田村ダウン。さあ勝ったのは田村ダウン、フランシスコ・アキラ、そして次期世界ジュニア挑戦者岩本浩二です。ね、やっぱり意識してますよね。シーマ見ているかと。さあこの俺の戦いを見ろ、世界ジュニアは俺の元へと帰ってくるんだと、岩本浩二、孤高の芸術をリング中央で描きました。第2試合が終了しています。本日の第3試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。全日本プロレス認定6人タッグ王者組の2人が入ってきます。今日の対戦相手の度重なるベルトへの苦労に対して王者組の怒りは沸点を超えています。トータルエクリプスの大森北斗、田尻、そして児玉雄介にきっちりと厳しさを教えてやらねばなりません。ワイルドメンソーレ
大森高雄、そしてブラックメンソーレの入場です。身長体重正体不明ブラックメンソーレ。さあブラックメンソーレ、ハーブを怒らせてはいけません。そしていつもの通りぐるりとリングを回っての入場は大森高雄。この大森の正義の一撃が相手を捉えます。ゲットエイド250パンの大森高雄。さあアックスボンバー大森高雄、ゲットワイルドをかき消すようにこの不気味なテーマ曲。全てを飲み込む、全てを闇に包み込むトータルエクリプスです。今日開催予定だった6人タッグタイトルマッチは 5.16 大田区大会で行われることになりました。王者組大森高雄、ブラックメンソーレ、カーベル伊藤、挑戦者組は田尻、児玉雄介、大森北斗、この対戦が決まっています。トータルエクリプスのリーダージェイク・リーがチャンピオンカーニバル首位を走る中、チームメイトたちも勢いづくことはできるでしょうか。今日はタッグマッチでの前哨戦です。青コーナー195の大森北斗、手ぶてしさが日に日に増す大森北斗。ジャパンバトル勝ち、何を考えるかわからない、その感がさらに強まっています。田尻、一歩ずつゆっくりと入ってくるトータルエクリプス。ブラックメンソーレが警戒するかのように、鎌首をもたげての威嚇です。ブラックメンソーレ、さあ恭平さん、これはタイトルマッチの前哨戦ですね。うん、一人いないけどね。はい、やっぱりね、 このチャンピオンチームは一人かけるだけでやっぱりガラッと変わるんですよ。あ、うん、タッグマッチと3人というのがまた違うんだよね。そうですね、確かにこのワイルドメンソーレに関しては非常に長いこと組んでいます。そしてさらにカーブ伊藤君入れると、おっと襲いかかっていったのは大森北斗。これを見ていたのはブラックメンソーレ、読んでましたかね。これも読んでたね。もう来る、もう毎回襲ってるからね。まあ特にこの相手の中でもこの気に入らないのは大森北斗でしょうね。この二人からすると小生意気だもんね。そのように見えますけど、やっぱりもう自分がレフェリーやっててもこの生意気だなと思いますもんね。まあこれ何度もね、このベルトで、その6人タッグのベルトでこのブラックメンソーレを攻撃するということもやってますからね。このチャンピオンチームの怒り、特にこの大森北斗に対するものは非常に増している状況です。さあ田尻が足を捉えて、そして場外まで出していきました。トータルエクリプス青コーナーサイド、まずは場外線を仕掛けていきました。鉄柱に顔面をぶつけていきました。ここはまずはなんか生意気だよね。ちょっとこの一つ一つの仕草、本当にこの生意気だ。なんでしょう、もうそれがこう板についてきたといいますか、この素をどんどん出してきたといいますか、もうずっとこういう性格だったんじゃないかなと感じさせてしまう。本当だよね。あっと、これマスクですか。マスク取ろうとしてもね、あっといけません。顔の皮を剥ごうとしています。これはいけません。あ、顔面をこれを踏みつけていく。ただこの北斗はその風貌ですとか態度というところもありますが、レスリングこの試合の面の成長とかどうですか。基礎ができてるから、はい、やっぱりあとなんていうのかな、あのサブミッション的なね、そういったものも意外に上手なんでね、はい、
なんで悪いことしてるのかなって思っちゃいますね。あのレスラーとしての才能は本当に溢れるものがあるわけですよね、いや本当にありますよ。それこそジェイク・リーの弟ですよね、そのような存在としてこのトータルエクリプスでどんどんと力を高めていくドサンコですよね、そうですね、さあボディへ、ジェイクもそしてこの大森北斗も、俺これから自分がレフリーだったら本当ふざけんなって言いたくなりますもん、この特に大森北斗の方ですか、もうこの甘い気だと思いますよ、さあこれ田尻が思いっきり顔面を踏みつけています、リングの使い方を熟知しています田尻、こういうところが上手くなったですよ。それと連携というとも本当取れてますね、だからあのもう一人の児玉がやっぱり上手なんでね、それに教わってるんでしょうね、なるほど、児玉そして田尻という、まあ、参謀役が2人いるという形になりますよね、そういうことなんですよ、だからシングルマッチみたいですよ逆にね、そういう状況にも持ち込んでいくこともできます。さあここは関節技を見せていくか、ブラックメンソーレの腕を絞り上げて、あーっとこれハブが噛みつこうとしていますが手を押さえて噛みつかせません、ぎゅーっとそのあエルボーをこれ顔面で落としていきます、しかし田尻もなぜこの方向に行ったんでしょうかね、もともとでもこういうキャラですよね田尻の方はね、何でもこなすんですよ、そうですね、まあ、あっちの方が面白そうだったからなんていうことを言葉は残していますが、あっとハブが噛みつきそうになっているが、これをこらえるのは田尻、どうだ、ドクガがもう目の前に腕をひねり上げてその鎌首をへし折るようにしました、さあロープランを使って、いやー来たー、ついに喉元を捉えました、さあこの毒がじわじわ効いてくるでしょうか、そしてワイルド大森が入ってきます、なんとかこの大森に入る時間というのを増やしたいビッグブーツ、もう一つフライングネイルキック、190センチを超える大男華麗に宙を舞います、そしてハンドを使ってうわーっと捉えていった、さあカウントどうだ、カウント2、アックスボンバーを宣言しました、早いだろう、どうでしょうか、さあ決めたいところ首を、いやーと、顔面かけ失点、そしてタッチをします、うまいよねこういうとこがね、大森北斗にいち早く交代イエルボー、一気に流れをまたトータルエクリプスに引き寄せます、さあ大森北斗、大森高尾を捉えるか、見えていた、さすがここはベテラン、バンドップ、さあ赤コーナー呼んでいるのはブラックメンソーレ、メンソーレコール煽ったのは大森です、ね、もうメンソーレって言ってます、ね、大森が大森って叫ぶのも面白いですね、そうですねさあ飛んでくる大森高尾のエルボー、大森北斗を捉えていきます、そしてニュートラルコーナーセカンドから来たスネークスパイク、さあカウントが入るが田尻がここは見ていた、田尻を場外へと排除します、さあこの一騎打ちですね、これ一騎打ちになったね、アートスキック、さあどうだこれどうだ、あこれ入ったぞ、カウント2、さあ一気に決めるかブラックメンソーレ、おっおっいった、マンジですかね、おあああああ、大森北斗もこれはこれ危ない、これはベルトをベルトをベルトを大森北斗に渡しますよ、あーっとこれレフェリーを引きつけてる、あーでもこれは読んでます、もう最近何度も食らっています神林レフェリーがこれ止めますよ、あーっと神林レフェリーがこれは倒される形となってしまいました、反則、あーっとゴングを要請して、そしてベルトで一撃、えこれは何だろう、反則なのかな、ちょっとこれ
どっちですか？6分38秒ブラックメンソール選手の反則負け、反則負けでございます。メンソールが反則だって。ブラックメンソールの反則裁定、反則勝ちになりました。トータルエクリプスです。メンソールにベルトを渡した時点でだからメンソールが悪者になっちゃったんだね。レフリーからするときっとメンソールがベルトを使って何かしようとしたというんで、まあこういう判定だろうね。でもなんかタジの表情を見るとこれすらも想定していたかのような、いやいやもうなんかレフリーがちょっと惑わされたんじゃないかな。ああもうこれしてやったりというのがトータルエクリプスです。ちょっとこれチャンピオンチームとしてはこれタイトルマッチ前に嫌な形ですね。いや本当だね、これチャンピオンシップだったらね、何かこう勝ち負け以上にさらにこう異方の方がね、なんかすっきりしないね。いや、まだ大森高尾がリングサイドから見ています、2人を。田尻が誘われたんじゃない、レフリーに。レフリーはあれはないだろうっていう、なんか誘われたから、カンパイスレフリーがきっと反則っていうような、なんかそんな感じもするんだよね。そういう見えないところでも動いています。さあ、これは 5.16、大田区へと続く戦いです。これはメイソールがやっぱりレフリーに怒らなきゃダメだよね。なんでだってね。そうですね。さあ、ここまで和田恭平レフリーの解説でした。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。確かに、今日のは反則負けだよな。あいつら汚ねえよ。俺たちさ、反則で負けたことなんか一回もないんだぜ。正々堂々やり続けた証拠だよな。なのにあいつらと来たら反則負け、はあ、テレビの前の皆さんに失礼だよあんな試合。でもさすがね、エル若大将。エル若大将いや、じゃあね、あ、やっぱ英語に戻そうか。若大将デラックスってのかっこよくない？いや、デラックスって英語…まあいい、そんなことは置いといて。え、2月大田区、5月か、5月大田区、ベルト、ロクにタッグ、俺たちのもんだ。えれえことになるぞ、とんでもねえことになるぞ、大変なことが起きるぞ。はい、メイソーレ、反則負けてどういうことだよ。俺は、なんかの間違いだろう。俺は何もしてない。俺は、ただただ、このベルトを守りたいだけだ。じゃあ、おい、俺は。でも一瞬でも殴ろうとしたか、もしかして。してないですよ、大森ちゃん。大森ちゃん。いや、一瞬だよ、ほんの一瞬の。してない。いや、待って。1秒とは言わないけど、0.5 秒ぐらいは殴ろうとしたじゃん。ちょっと待ってください。もしかしたら。大森ちゃんが、そんなこと言うんだったら、俺だって覚えてますよ。何を？4月11日、新潟大会。おもちゃん、執念深いな、さすがヘビだな。おもちゃん、話そらさないでくださいよ。おもちゃんだって話そらしてないよ。あの時、俺を殴ろうと思って殴ったってことですか。こんなの揉めてる場合じゃないだろう。え、俺たち何疑ってんだよ、俺のこと。え、俺は疑ってない。おもちゃんが疑うから。俺のこといい加減信じてくれよ。知ってますか、ヤブヘビって言葉。そういうことですよ。ヤブから、はい、ヤブハブですよ。もうおもちゃんが俺のことを疑うから俺だってこれ言わざるを得なくなったんでしょう。でも俺はおもちゃん、言わざる見ざるとかおめえさっきからよ、ちょっと難しい言葉言ったら俺が分かんねえと思って。言わざる見ざるっておもちゃん自分で言ったんでしょ。俺何も言ってないですよ。ちょっとおもちゃん。本日の第4試合、2021チャンピオンカーニバル公式戦、30分一本勝負を行います。ここまで黒星5つとすでに優勝の可能性はついえています。しかし2戦目には佐藤浩平を人殺しラリアットで下し、その力を見せました。現在 E グループにいるゼウスを引きずり下ろすか。240ポンドドイコー
存在感を一つ見せる気十分です。土井浩二、2年連続優勝は危うい状況となっています。3連勝スタートからの3連敗、昨日の保土ヶ谷大会で足を下し連敗ストップ。ようやく己のプロレスを取り戻せるか期待がかかるところ。4勝3敗の2位グループ、残り2戦、白星1つの差でトップのジェイクを追います。2連覇なるか、ゼウスです。その太い右腕を突き上げましたゼウス。チャンピオンカーニバル公式戦です。ゼウス対土井浩二、放送席には解説に吉立選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、吉立選手、今年のチャンピオンカーニバルどうご覧になってますか？やっぱりね、俺、まあ、自分で辞退して、はい、客観的に見れてるんだけど、やっぱね、すごい大会だなっていう、感じですよね。なんかちょっとだ、ここに自分がいないっていうのはちょっと不思議な感じっていうか、まあ、今は異種格闘技路線ということで、今すでに、ね、2戦戦って、そして 5.16 では西島陽介選、選手との、ね、戦いに控えているわけですけれども、やっぱりその視点としては完全に外からって感じになりますか、チャンピオンカーニバルは。まあ、今はね、そういう感じで見てるんですけど、逆にやっぱりね、こういうちょっと離れたところから見れたっていうので、またもう一回そのチャンピオンカーニバルっていうものの、真の価値というかね、この凄さっていうのが客観的に見れたっていうのは、やっぱりね、今年ちょっと辞退してよかったなっていうのはちょっと思いますね。やっぱりですから、今そのご自身の路線もあるし、そしてその今外から見られてるっていうところも含めて、じゃあ一つすごくいい時期になってるんですね、吉田選手にとっては今。まあ、俺にはプラスに働いてますよね。やっぱそのね、異種格闘技戦でもやっぱ今2試合してやっぱ結果残してるから、はい、そうですね、そういう意味では、自分にはよく働いてると思いますね。どうでしょう、この出場選手たちの中で今ジェイクが、ね、10点でトップっていう状況ですけれども、今ゼウスのいる2位グループ、勝ち点8のグループがこれ大混戦です、いや、だからこの試合勝ったらゼウスはね、まだ全然その大会2連覇っていうね、はい、可能性があるわけだから、そうですね、そこはもうぜひ頑張ってもらいたいと思いますね。真っ向勝負、ここはぶつかり合っていきます。さあ両者どうだ、おお、ここも互角。もう一つ、いや、ここも倒れるわけにはいかない。さらに一つ、もう一つ、あーと勝ったのは土井浩二。土井すごいね。いや、これ、いや、土井浩二、まあ、今大会すでに優勝の可能性はないんですが、それを感じさせないですよね、どの試合も。いや、ゼウスにだって今、タックルで倒したって、ね、力勝負で今勝ったってことだから。そうですよね、すごいね、素晴らしいパワーを見せました。まあ、今大会土井と対戦した、まあ、大谷もですけれども、まあ、大谷選手は、ね、ちょっと肩の怪我で今日の試合急遽欠場となったんですが、まあ、この土井に関しては非常に面白いという言葉を残しています。吉田選手はこの土井の印象ってどうですか？やっぱラリアット、はい、あ、何でしたっけ名前、人殺しラリアット、人殺しラリアット、あれすごいなと思います。やっぱ見て、やっぱあれ食らいたくないですよね、レスラー目線で見てね。やっぱ他の選手ともものが違いますか？やっぱそのゼウスもあれでしょ、バイセップスエクスプロージョン、はい、クローズライン、はい、だ2人ともそのラリアットがね、その必殺技っていうかあれだから、その対決でその打ち合いはちょっと見たいなっていうのね、確かにありますよね。そして今はこの逆水平の打ち合い、チョップもね、お互い使うからこれもいいね、うわー、すごい音です。やっぱね、こういうの見たいよね。そうですね、こういう意地の張り合いみたいなのね、うわー、もう一つ、いや、ゼウスも土井もだ、ゼウスも引けない、
この音、両者が胸を突き出して、土井かゼウスか、おゼウスか、ゼウスが勝るか、ロープに振って、いや土井が振る、飛び込んできた、フライングのバイセプスエクスプロージョン、まず放ったのはゼウスでした。タックルでは土井が勝ったけど、やっぱねこのラリアット、はい、クローズラインではゼウスが勝ちましたね、うん、羽を着たのはゼウスです。ただこれは土井もいや負けてられないという気持ちはきっとね高ぶっていることでしょうね。さあベアハックか、おお軽々と持ち上げてそのまま投げた、このゼウスのパワーはカウント2、ゼウスのパワーはやっぱ他のせい、お行くかフェイスロック、得意のフェイスロック行くか、顔面地面行きたいがここは逃れようとしますが、ずーっと絞れるか、これ下手したら終わるよ、ここはなんとか逃れました、危なかったですね今、うん、あれ真ん中だったらロープから遠かったらちょっとやばかったかもしれないですね、はい、やっぱりこのゼウスのパワーっていうのはまた別物ですか、うん、やっぱすごいですよ、やっぱやってみてね、うん、さあここもどうだ、持ち上げるか、おおここ土井見えています、持ち上げてボディスラム、土井もパワーを見せてカウント2、なんか土井なかなかやるね、うん、非常にこのね土井もしっかりとここはアピールをしておきたいところ、今日のね戦いぶり見てたらもうちょっと勝ち、ね、勝ち星がついててもおかしくないかなっていう風に、いや本当にそうですよね、ぐらい今日土井いいですね、うん、佐藤光平に勝ったのみということにはなってますが、うん、もっと勝っていてもおかしくない、うん、そんな力を持っています、うん、まあ、ですからこの優勝争い、この2位グループにいますゼウスがもしもう1敗するとなると優勝に向けてはこれをちょっと交代という形になりますから、あーっともうこれはアルゼンチンバックブリーカー、さあこのままおーしかしスリーパー捉えているゼウスが上から、あーこれ閉まってますね、閉まってますね、あーっとその腕を解くように、いやーこいつらいいねすごいわ、うん、面白いこの戦い、パワーとパワー、意地の張り合いすごいな、あースリーパーが勝ったか、サイドヘッドロックへ移行して、吉田選手やっぱりこの色がありますねこの2人ですと、うん、いや俺は非常に面白いと思いますねこの試合は、こぼするかのようにこのぶつかり合います、またかまたチョップだとなればゼウスも、うわすごいね、いや土井もです、引けるかこの一撃、負けるか、さあどっちだ、今度はどっちだ、またこの音が響いていく、いやもう一つ、さあ持ち上げるか、いや引っこ抜いたのは土井、いやいやいやゼウスもゼウスもゼウスも負けられない、吉田選手どうですか、いやすごいね面白い、燃えてますねこれ2人ともね、こういうね俺は意地の張り合いがすごい大好きだから、これは面白いですね、さあ両者ダウンです、この意地の張り合いからさらに一歩抜きんでるのはどちらとなるのか、逆にこれ土井がねあのゼウスから取ったら、はい、これはすごいあれですよ、爪痕残したってことになりますよ、去年の優勝者ですからね、そうですよね、うん、でもゼウスこれ落とすとちょっとね、はい、優勝戦線黄色信号じゃないかっていう、かなり危なくなります、うん、はい、さあこれチョークスラムすごい高さ、さあどうだ、カウント2、あやっぱゼウスの力強いねすごいやっぱり、うん、やはりゼウスなのか、右腕を握りしめた、さあその上腕二頭筋が爆発するバイセプスエクスプロージョンへと行く、うん、これはカット、うん、さあ行きました、その場ショートレンジで、ショートレンジバイセプスエクスプロージョン、さあショートレンジの人殺しラリアット、おー行きます、吉田選手が見たかったこの打ち合い、あこれいいねもっとやってほしい、これさあもう一つ来るか、もう一つ来るか、行くのはどういか、うわー受け止めて、いった、倒れない、倒れない、倒れないんだ、いったバイセプスエクスプロージョン場外へと、さすがゼウスだね、
一気に持っていきましたよこれ。いや迫力違いますね。いやすごい、やっぱ全日本プロレスすごいね。これが見られるのは全日本ですよね、うん、さあどうだこれ、立ち上がれるか。ラリアットを放った方のゼウスもこれは大きなダメージが、いやゼウスもねその結構中でやられたからね。そうですよね、ダメージ絶対あるんですよ、絶対。ここでどうやどちらが先にと。さあやはりゼウスが立ち上がります。土井はこれは立ち上がることまだできません。ゼウスさんもここで一気に決めたいですよね、やっぱね、うん、もう決め時ですか。ここ決め時ですね。もうリング入れてやった方がいいんだけどな。あーっとー、でもその意地が打撃戦へと二人を誘う。わーっとここでここでここでこらえた土井。どっちだ、いやーですか、どちら、いった、いや、こらえた、うわーっと DDT! 土井が場外 DDT! ちょっと形勢が変わってきますかね、こうなると。うん、ちょっと今のでちょっと互角ぐらいになっちゃいましたね、ダメージ。でもどうでしょう、やっぱりあそこでこう打撃戦へ行くっていうのが、うん、今のこの2人なんですかね、今日のこの2人の空気といいますか。俺だったらリング入れてからやるんだけど、はい、もうでもそれも待てないぐらいの意地の張り合いってことでしょ多分。それがこの2人で展開されている、さあ両者立ち上がった、距離が空いた、さあ怖いぞ、吉田選手が見たかったこれ、場外です今度は。いやでもこれカウントあるから中でやった方がいいね。そうですね、場外カウント進んでますよね、うん、リーニッカレフリーも中で、さあどうなって、両者ダウン、場外カウント5です。全日本プロレスは場外はこれ10カウント、場外カウント6。先に立ち上がったのは土井。あれこれ、さあこれ土井勝ったらすごいね。土井が戻りますよ、カウント8。さあそしてゼウスが戻る。さあちょっとどうだこれ、あ今打ったよね、え、あ、あ終わってしまいました。え、今何、土井もダメなの。両者リングアウト。いやーこれゼウス痛いね。はい、両者リングアウトはこれ、これ得点入りませんから。入らない。両者リングアウトでございます。ですからこれ黒星とゼウスにとって同じです。これはちょっと痛いですね。ちょっと痛いな。ですから事実上の4敗という形となってしまいましたゼウス。ああね。いかがでしたか吉田選手。同意にしてみたらね、どうしてやったりとか思ってるのかどうか分かんないけど、ちょっとゼウスに痛いな。でももうなんかそういう場外カウントとかも関係なしにもう意地の張り合いっていうのがね見れて、まあそれだけ熱くさせる互いにということだったわけですね。いや俺はねこの試合すごい好きですね。いやでも熱いもの見せてもらいましたね。やっぱこう今だったらもう全日本しかできないんじゃないかな。そうですね、素晴らしい、俺は俺の中ではね、素晴らしい試合だ、あのリングアウトだったけど、いやこのぶつかり合いを見せたのは土井浩二とゼウス。いや土井も今日、いやまあ今大会チャンピオンカーニバル数字こそ残りませんでしたが、しかし記憶にはしっかりと残してくれました、ね、吉田選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。くそ、もう不甲斐ないな、うん、まあくそ、今なんて、8点のまま、くそ8点か、まあ今最高は 10、まあ
くそ、5月3日大谷さんには不戦勝だから、まあ10、まあよっぽどね、あとはなんか両輪とかそういうのない限りはね、ちょっと優勝っていうのは可能性いかなかったけどね、まあ仕方がない。まあ5月3日ね、大谷さんと全力でやりたかったけどね、まああの仕方がない。こういうチャンピオンカーニバルっていうのは本当に毎年ハードなんでね、やっぱりこう怪我する大なり小なりの怪我ねされる方が出てしまうから、まあ仕方がないですね。まあ今日はね、土井、まあ土井選手とね、土井とねこうやって真っ向勝負できたのね、すごい気持ちよかったんでね、また彼とも改めてやりたいですね。であと大谷選手もね、大谷さんもやっぱりゼロワン以来でシングルマッチやるのすごい楽しみだったんでね、早くね怪我を治して前回の大谷さんとねまた試合できることがねすごい楽しみなんで、まあ今回チャンピオンカーニバル、まあ、全力で怪我せず一試合一試合できてきたんでね、試合もまあこれでよっぽどのあれですか、同点決勝とか、まあ、望みあるんかな、だったらまた全力でやるんで、まあ引き締めてね、また試合があってまだ可能性があると信じてね待っておきたいと思いますね。ほんで次その可能性が出てきた時は必ずその試合で勝って優勝します。以上です。はい、あ悔しいな、悔しいな、悔しい、はあ、まあでもゼウス神様とよ、俺こういう試合したかったよ。ああ全日本来て最初なんだっけ、アジアタックぶつかったけど、はあ、全然シングルでこういう試合できて、まあ、俺プロレスしてて楽しいとか思わないけど、まあ、気持ちのいい試合だったなっていう、はあ、ただ次はちゃんと白黒つけたいね、はあ、あと残り一つだろおい、これで待っとけ俺。本日の第5試合2021チャンピオンカーニバル公式戦30分一本勝負を行います。今日ここで負け5敗となれば優勝争いから完全脱落となります。アバレス出身としてもプロレスラーとしても尊敬の念を抱くスワマとの激突、これまで2回の三冠戦で2連敗3度目の正直を三冠チャンピオン相手に見せ優勝争いの可能性を残したい芦野翔太郎です。芦野翔太郎3勝4敗勝ち点6、芦野翔太郎です。常に追われる立場の63代三冠ヘビー級王者、白星一つの差でジェイクを追うグループです。もう一つも落とせないのは諏訪間も同じ。諏訪間自身が語る芦野との戦いは面白い。これまでの2度の三冠戦も激闘を心から楽しむかのように諏訪間の無限の力が湧き出てくるような試合でした。三冠ヘビー級選手権者エボリューション270ポンド諏訪間。さあ果たして勝って可能性を残すのはどちらとなるのか。3度目の対決、2人の戦いはどこまで進化するのか。放送席には岩本浩二選手に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、岩本です。よろしくお願いします。さあ山本選手、まあ、この試合ももちろんですが、まずは山本選手先日チームからの声に応えました。ちょっと驚きました、はい、あの時は、はい、改めてちょっと今の気持ち聞かせていただけますか。そうですね、もう取られた時から、ね、やっぱりこうシームから取るっていう思いが変わってなかったんで、はい、まあ、遅かれ早かれ、ね、こうね、巡ってきたチャンスっていうのはありがたく受け取って、必ず本当に取り返すというよりはもう本当シームから勝つ、そこが僕は一番大きいですかね。5.16、素晴らしい、ね、戦い期待しています、はい、さあいきなり先制攻撃はこれ芦野がミサイルキックを見せてさらに俵返しと、これ芦野作戦ですかね。うん、そうですね、もうシングルも
今日で3回目かなですね。はい、三冠戦で2回やってます。だからまあヘビの中では体がちっちゃい方でね、頭をよく使う方だと思うんですけど、はい、ましてやこう諏訪間さんとのシングルが3回目ってなると、よりその使う頭っていうのももっと緻密な作戦も立ててきてるだろうし、まあ、確実にこれは作戦立ててね、倒しに行ってますよね。完全にもう棋戦を制したのはこれ足野翔太郎という形となりました。諏訪はこれはちょっと面食らうような形か。あー、いったー。おー、これは諏訪を引き出すか足野翔太郎。あー、足、この足を攻めていきます。これが足野のスタイルです。必殺のアンクルロック、すでに今大会でも3人から勝利を収めています足野。宮原、石川、大谷と3人をアンクルロックで仕留めました。諏訪間が今日その餌食となるのか。2人の対決で言いますと、去年の6月30日にテレビマッチで三冠ヘビー諏訪間が防衛しました。そして今年の1月23日後楽園、諏訪間がもう一度やりたいとチャンピオン自らこの足野をチャレンジャーに指名する形で戦いました。2つとも諏訪間が勝って防衛を果たしています。チャンピオンカーニバルではこれが初対決となるのがこの両者。どうでしたかこれまでの対決も思い返してみますと、この2人の対決って、なんか全部シチュエーションが違ったなというか、はい、去年の無観客の時はアンファンテリブルが乗り込んできて、はい、もうまさに外敵っていう感じでスポーツアムさんが迎え撃ってそうでした叩き潰したというような感じで、うん、で今年の1月の三冠戦は、ね、その足野選手ももうなんか正々堂々と戦いたいと、はい、もう真っ向からこうレスリングでぶつかり合う戦いだったと思うので、それぞれシチュエーションが違うなっていうのがあるんで、で、まあ、三冠戦とまたねこういったチャンピオンカーニバルのリーグ戦っていうのも、まあね、この日を迎えるにあたってのダメージもやっぱ三冠戦とはやっぱ違いますし、そうですね、三冠戦はやっぱそこにピークを持ってきて戦ってるわけですけど、はい、チャンピオンカーニバルとなるとやっぱ連戦連戦シングルシングルで常にみんなもうましてや後半にもなってくるとみんな満身創痍なわけなので、うんうん、なんか全部シチュエーションが違うので今回もやっぱ読めないですよね。確かにそうですね、まあ、今日の戦いの意味というところで言いますと、足野からすると敗れると完全に優勝の可能性がついえます。諏訪間としましてもここ敗れるとかなり厳しくなってくるということになります。4勝3敗勝ち点8が諏訪間、そして足野翔太郎3勝4敗勝ち点6、まあ、そして山本選手の前ではちょっと言いづらい部分もあるんですが、はい、今トップはジェイクです、はいはいはい、勝ち点10です、はいはいはい、これどう見てますか。マフラーボールと取られているのは足野、まあ見た感じ、ね、今のジェイクはなんか崩れそうな気配はあんま感じないですよね。公式戦はなるべく見れるのは全部僕も見てるんですけど、うん、崩れそうな気配はないので、はい、ロープブレイクです、うん、なんか順当に勝ちそうな気も、うん、しないでもないですね。今日のセミファイナル石川修司対ジェイクリーです。さあここまでかなりこの足攻めがこれかなり効いてますね。だいぶ効いてますね。もうこれは一気にこう足をどんどんと仕留めに行こうという形か。足野翔太郎もう一回もこの間を取らせないというような形、ノンストップで攻めていきます。やっぱ自分の足攻めやアンクルロックにやっぱ絶対の自信を持ってるんでしょうね、はい、石川修司も仕留めていますこのアンクルロック。あー踏ん張る諏訪間、ヒップトスに行きたいところ、あーこれをパワーで潰せます。諏訪間これがあるんですね。いや、 やっぱナチュラルにパワーが結構えげつないので諏訪間さんは簡単に人吹き飛ばしてしまうんで、はい、これもです。足野からするとただこのレスリングの、まあ、本当に成績を残してきた諏訪間が憧れの一つであるというところあるようですね。そうですよね、まあ、そのバックボーンが、ね、レスリングをやってきたものにしかやっぱ分からないものだからこそなんか、ね、心が通じ合うものがあるのかなっていうふうに、ね、はい、この2人にはなんか見て思うことはありますけどね。さあここは暴走していく暴走していく、あーこれはあーレフェリーを跳ね飛ばしながら、いやこれはレフェリーもこの男を止めるのは大変です。いやこれ諏訪間もだいぶ熱くなってますね。そうですね、やっぱやられっぱなしに行くわけないですからね、
もうこの今このやられてる間に溜まった鬱憤を晴らすかのようにニュートラルコーナー振っていく。あ、これ見えていた足野翔太郎です。うわー、すごい、叩き落としました。これはちょっと危ないですよ足野。このまで佐山さん足のダメージ、ね、ちょっと休められますよね。はい、逆に言うとこの追撃のチャンスというところを、ね、こう簡単にいけないようなそういう効果もあるわけですね。足攻めにはさあさあ諏訪間がここから自分の時間としていくか。さらに投げ切って引っ抜いた。さあカバーに入る諏訪間、さあどうだ、足野も返します。じわじわとこれ追い込まれていっているのは足野。でもどこからあの足攻め来るか分かりません足野は、まあ、常に、ね、狙ってると思いますよね。さあいった、この右の一撃、そしてすごいな、足野が軽々と宙に待ってカウントは返しています。佐野さんペースになってきましたね。でも今日足野のこの視線すごいですね。負けられないっていうのもありますし、対諏訪間っていうものに熱いものを持ってるんでしょうね。やっぱり同じ相手、いくら諏訪間といえど2連敗してるわけですもんね、足野からすると。どうしても勝ちたいだろうし、もう負けられないっていう状況もあるし、直接対決2連敗というこの重い数字を返していけるか。バック取ってシャーマン、うん、いやいやいや諏訪間だよ、怖いと諏訪間が引っこ抜いた。足野も行く、足野も行く、おお一つ、おいや立ったぞ諏訪間、捉えて投げきった、投げっぱなしだな。ジャーマン4連発です。2発ずつ打ち合いました。さあこれは立ち上がれるのはどちらか。足野もダメージが大きい。最後投げた諏訪間もかなりきついですね、これ2人とも。そうですね、絶対きついですね今。さあこの戦いの中で一歩前に進めるのはどちらとなるのか。さあどっちだ、エルボースマッシュ、エルボーパッド、エルボースマッシュ、エルボーパッド、足野か諏訪間か。足野がうわヘッドバット、うん、うわすげえやっぱり諏訪間か。終わりだおい、このまま終わりか。バックを捉える、引っこ抜くか、こらえて切り返す、そして狙うぞ、来た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 、アンクルロックが来た。ここ勝負ですね、絶対離したくないですね。さあこのチャンスものにしたい。リング中央まで引きずっていく。これ決まり具合どうですか井上選手。いやこれセンターだし結構決まってると思いますよ。ここを多分勝機と見て絶対逃したくないと思ってますし、決めたいでしょうねここは足野選手は。さあ返しに行く諏訪間、体勢入れ替えてもう一つ、これは離さない。10分経過、10分経過、序盤の足攻め、そのダメージも蓄積している。あとは絞り切れる力が残ってるかどうかですよね。足野の方のこのスタミナですね、きついと思いますよ。これは全身全霊を込めて足首をひねっています、うん、足野もパワーがいる。おー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 、諏訪間だ、諏訪間か、いやいやいや、どうだ、返すか、返しました、よく逃れましたね。諏訪間さんもアンクル使いますからね。そうですよね、はい、互いの得意は、うわー、やばいな、やっぱり諏訪間か。
です。今度こそ、ね、いたー、まっさかさま。まだだと、これで終わらせないと。これはやばいですね、だいぶ。完膚なきまでに足のも沈める。あと、まっさかさま。3度目もやっぱり。おーっとおっと、これは返しました返しました、返しました、返したのは足の。よく返しましたね。いやすごいですね。急角度バックドロップ2連発でした。うわー、一回転。これで終わったか。どうだ。いやー返した。なぜ決まらないんだと。すごい。スワマもこれは困惑の表情です。バックドロップ、そのままホールド。強い。うわすごい。3つ入りました。11分44秒、スワマの勝ち。足野もこれで3立て。スワマチャンピオンカーニバル、これで5勝目、ジェイクに並びました。いや岩本選手いかがでしたか。はい、いや本当なんかすごいしか言葉が出ないというか、はい、スワマさんのこう一気火星に行く時の爆発力がやっぱり半端じゃないですね。いやちょっと終盤すごかったですね。でやっぱ橋野選手は最後のあそこのアンクルロックが勝負時だったんで、あそこを逃げられたっていうのがやっぱ敗因につながったのかなっていうところでしたよね。やはりもうスワマ相手に決めるところを一つでも逃してしまうと、あー足のこれは悔しいですね。ですね、足の選手も作戦立ててはいたんですけど、やっぱ諏訪選手もね3度目ってなったらねやっぱ分かってるっていうところだったんで、読み合いのところもね戦いもこう諏訪さんがやっぱ読んでたというか、パワーで叩き潰したというか、ね、やっぱ強いですね三冠チャンピオン。諏訪間から握手を求めました。悔しいこの3連敗、しかしそれ全ての試合でこれスワマは足野の健闘を称えました。さあこれでジェイクに並んだのはスワマ。いや分かんなくなりましたね、チャンピオンカーニバルもまた一つ。いや本当そうですね、さあスワマ残すはあと1戦、 5.3 後楽園で石川修司との戦いが控えています。トップ対三冠ヘビー級王者スワマ。岩本選手どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はあ、くそ、はあ、また負けた。三冠無だ。なんで勝てねえ、勝てねえよ、そんのかよ、くそ。相手が三冠王者で諏訪間さんで、そんな簡単に勝てないのは俺も分かってるよ、く分かってるよ。でもただ負けたくねえんだよ、負けたくねえんだよ。ああ、いっぱいダッチしたくなかったんだ、くそ。よし、ああ、よし、おいおい、意味はいい、おい、お前とやると面白えよ。うん、なあ、また今日もああ無観客だったな。ああ無観客、お前、俺とお前、なんでか知んねえか、そういう縁があるよ。ああただよ、やってみてよ。ああやっぱし、ああお前と戦おうと面白いんだ。ただな、ああ俺とお前が、ああ組んでも面白いんじゃないかと俺は思ったよ。ああお前のそのレスリング技術に俺は惚れたよ。ああなあ、俺だってレスリングやってんだ。なあ、おめえの投げとよ、なあ、俺の投げ、なあ、レスリングのなあ強さを証明する上でも、なあ、これから正々堂々とよ、なあ、2人タッグ組んで、なあ、全日本プロレス、いや、業界の天下取ろうよ。おう、どうだよ。ああ、これはもう率直に。お願いします。よし、お願いします。おー、やろうぜ、マジで。
おう、絶対俺らやるぞ、お前。なんでもかんでもぶん投げだよ。いや、いいよな、やっちゃおうよ、もう。なんだってなんだって、いや、沢山さんの横に、これから、よし、これから一緒にタッグ組んだとしても、俺が狙うのは三冠のベルトですから。おお、お前、浮き出しかい、お前。ただ横で、むちゃくちゃ吸収させてもらうんで。俺らねえよ、お前、お前。培ってきた、沢山さんが培ってきたものを俺が、吸収して最終的にそのベルトに挑戦させてください。じゃなかったらやろうよ。面白くないっす。そうだよね。面白いな。久々にちょっとワクワクしてきた。みんなちょっと見といてよ。ちょっとガンガン暴れ回ってこれ。こっち危ないからね。何でも投げられちゃうよ、お前。俺は絶対横にいる沢本さんに負けないっていうインパクトを常に残し続けることを約束しますよ。じゃなかったら絶対面白くない。ただ組むだけじゃ意味ないですからね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よし、ありがとう。本日のセミファイナル2021チャンピオンカーニバル公式戦30分一本勝負を行います。すでに4回敗れています。優勝争いでは苦しい状況にありますが、今日勝てばまだ優勝への可能性を残すことになります。大巨人石川修司です。苦しい戦いが続きましたが、昨日の保土ヶ谷大会で宮原健人を仕留め、首の皮1枚つながっている状況です。ここでジェイクにさらに土がつくと、優勝争いはさらに混迷となります。さあ、大巨人が一つ星を上げることはできるか。白星5つ、黒星2つ、勝ち点10。今日開始時点で単独トップに立っていた男。今日これまでの結果を受けて、諏訪間が首位に並びました。またこの後のメインイベントは4勝3敗同士の宮原青柳直接対決が控えています。結果次第ではどちらかが5勝へと追いついてくることになります。姿を変え、心の底にあった感情を表現し、ここまでは結果もついてきました。しかし決して余裕とは言えない状況です。結果が全てとこだわりを見せるジェイク・リー。果たして今日、そして 5.3 後楽園の宮原との戦いも相手を沈め、自力優勝を決めてしまうのか、ジェイク・リー。黒に落ちた男、ジェイク・リーです。レフェリー和田恭平。チャンピオンカーニバル公式戦3勝4敗勝ち点6の石川修司対5勝2敗勝ち点10現在トップタイのジェイク・リーです。放送席にブラックメンソール選手に来ていただきました。よろしくお願いします。シャーブラックメンソールだ。シャーよろしくお願いいたします。いや、よろしくお願いします。さあ、今ジェイクが、まあ、先ほど諏訪間が勝ちまして、はい、まあ、この2人が今トップという状況ですね、はい、さあどうご覧になってますか。いや、この2人のマッチアップというと2019年ですかね、はい、王道トーナメントの最終日を思い出すんですよね。あ、なるほど、はい、ベスト4で揃って、はい、でそのベスト4で戦ったんですよね確か。その時はそのままジェイク選手が石川選手、そして宮原選手に勝って、はい、
王道トーナメントを優勝したのかなと思うんですけども、はい、なんかその時を思い出すんですけども、はい、でも状況からするとね、まあはい、あの今回リーグ戦ですけども確かに似てるといえば似てますよね、はい、本当終盤 で、はい、で勝った方が優勝争いにまた一つこう近づいていくという、はい、そうですね、大事な局面で当たるこの2人のシングルマッチっていうのは、はい、すごく何ですかね、感慨深いというか、はい、状況で言いますと石川修司の方はもうこれ負けると優勝はなくなります、はい、ですか、はい、はい、これで5敗となりますからね、もし敗れますと、はい、ですから何としても勝って、そして次のスワマとの戦い 5.3 のスワマとの戦いも勝たないと、はい、まず優勝の可能性はないという状況ですね、はい、だいぶ追い込まれてるわけですね、ジェイクの方からすると今日勝てばもう6勝、はい、限りなく優勝に近づくっていう感じですかね、そうですね、はい、まあ、この最終戦で宮原との戦いが控えていますから、そうですね、で、ま、そこもスワマ選手も勝てば6勝で並ぶっていう感じなんですかね、はい、ですのでまだまだこの結果については読めないですし、はい、ジェイクも全く楽観できる状況ではないと、まあ、イフが多すぎて分かんないんで、まあ、今目の前でやってる試合を解説した方がいいということですね、そうですね、はい、ですからこの試合でどちらが勝つか、はい、残れるかという話になってくるわけですね、そうですね、じゃあ、さあこの戦いの中ではどこに注目していきますか、ブラックメンソロ選手、そうですね、やっぱり石川選手がジェイクの関節にもどうやって対抗していくかってところですよね、なるほど、石川選手もこのリーグ戦で丸め込み出したりとかもありますし、はい、まあ、そういう意味ですごい引き出しの多い選手なんで、最近ジェイクがどんどんその技の種類を増やしている中でどう対抗していくかっていう、うん、そういう状況になっているわけですね、はい、場外戦となりました、リングに戻していったのは石川修司です、まあ、あとはお互い膝を得意としているので、はいはい、どっちがより強力なのを先にぶち込むかっていうところもあると思いますけどね、さあこれはジェイクがこれ間を取っていきます、はい、場外に逃れていってそれを追いかけてきたが逆襲、さあ足を取ったぞジェイク D、 これは何ですかね、ちょっと足を攻めてるんですかね、なんかあの石川選手も左膝ちょっとテーピングしているように見えるので、あ、確かにそうですね、はい、ちょっとどこかの公式戦で痛めている可能性がありますね、うん、また足のにアンクルでやられています、はい、今大会そうですね、足のにやられたのが、あ、やっぱり左膝ですね、ジェイク選手、あ、狙いですか、はい、あ、ディリティ、この足攻めというところを見せていくかジェイクリーです。ジェイクのここまでの好調ぶりというのは、はい、要因ってどんなところに感じてますか。そうですね、やっぱりこの2月3月にトータルエクリプスっていうのを結成して、ジェイク選手自身ガラッと雰囲気変えましたよね、うん、でその中で試合の何ですかね、試合運びというかそういうメンタル的なところから醸し出てるものもすごく変わったと思うんですよね、テンポとか、はい、そういうのにまだやっぱり対応しきれてない部分も多いと思いますね、選手が対戦相手が、はい、あ、この辺とかもやっぱり以前は見せなかったようなジェイクリーですよね、新しい一面というか、笑いながら踏みつけていきます、はい、だって痛がって苦しんでる石川修司を手を叩いて喜べって言ってるんですよ、あ、ちょっと信じられないですね、いや本当ですよ、もうなんでこんなになってしまったのかジェイクリーと、はい、まあ、本人が語っているのは皆の心の内を俺が表現しただけだと、はい、そしてそれを結果をもってして見せるというのがこのジェイクの今の思いなわけです、はい、本当にこの新たなスタイルでここも追い込む、膝を突き上げる、ちょっとこれ石川ダメージ大きいですね、そうですね、場外で思いっきり助走をつけた分威力も上がってますからね、さあ石川修司立てるか、ノックアウトカウントが進んでいきます、あ、これリングアウトカウントですね、場内戻りました、はい、5分経過、5分経過、
顔面をこれ、やっぱり手足が長いですね。顔面にまるこ届いていきます。はい、うわー、しかしエルボー、石川も意地がある、はい、石川も優勝への、石川選手の左利きの左のエルボーなので、はい、ふと意識をそこしてないといつも思ってる方向と違うところから飛んでくるので、よりダメージが大きいんですよね。そうなんですか、はい、やっぱり右利きの選手が多いんで、はい、まあ、エルボー来るとしたら右かなってちょっと心の中で構えてる時もあるんですけど、はい、それがこう意図せず来るんで、さあそしてここはチンロック、しっかり首を捉えていきます。顎を絞り上げるように。あ、ただここはパワーで石川修司か。さあどうする、届けるか、そのままノーアウト。エルボー落とすのはジェイク・リー。そして今度は首をねじっていきます。膝を起点に攻めて、そこから動きを鈍らせて首を攻めるっていう感じですかね。ああ、なるほど、攻撃を散らしてきますジェイク・リーです。これ石川相手に、はい、あのね、得意の T4C ですか、はい、そうですね、投げ切りますかね。いや、今のジェイクだったら行くでしょう。行きますか、はい、必殺の垂直落下ブレーンバスター T4C とその技名名付けていますジェイク・リー。この黒に身を包んで新たなそのフィニッシュホールドで今大会も成果を残してきている。わ、これは石川選手多分思った以上にスタミナ取られてますよ。あ、はい、これ見た目以上に苦しい技なんですね。相手を苦しめる、はい、そういった動きを見せていく。これはチョークを攻めていました。これに関しては、はい、まだ今日レフェリーがしっかりと反則カウントを数えます。こらえるのは石川修司。再び場外です。これかなり場外割合が高いですね。そうですね、まあ、場外割合というか石川選手がエスケープする時間が結構長くなってるっていうことなんですかね、これは。なるほど、はい、それだけ苦しい戦いを強いられてるんですね、はい、石川も。そう、鉄柱使います石川。いったー、大丈夫かジェイク。これこれはこの会場の床は硬いですよ、アスファルトですからね。今体がぐにゃりと折れ曲がりました、はい、それに薄い場外マットが1枚あるだけですからね。これ大丈夫ですかね。ちょっとこれ大丈夫でしょうか。呼吸はしていますがちょっと動きません、ジェイク。さあ大丈夫か、立てるか。場内に戻っているのは石川修司。カウント8。これもしかしたら状況分かってないかもしれないですよ。場外転換と戻りました。うわー、これはちょっと表情が変わっています、ジェイク。さあ石川が来るぞ来るぞ、ラリアット強烈倒して、あー、これはジェイクだ、ジェイクだ。あ、またしっかり左膝抱えてますね。その力の入らない左膝へ、いやー膝ー、その左膝を振り抜いたのは石川修司。あっと、これ来たぞ、うわー、肩がダメだ、肩がダメだ。ジェイクの頸動脈を締め上げます。石川修司、大きな体を利してのこの肩がダメ。さっきの場外で投げられた時にちょっと軽くパニックのような感じになってたかもしれないですね、ジェイク。返した、あの表情を見ると、ここは同時目スリーパー。切り返したのはこれはジェイクです。あ、そしてかなり肩始めにこれ捉えていきます。結構がっちり入ってますよこれ。ちょっとこれ大丈夫ですか石川修司。これ早めに逃げたいですね。海動きが取れない、ロープまで少し距離がある。さあ
この片締めの体勢で締め落とされてしまうのか。場外にこれ足が出ていきました。さあメンソール選手、ここからもうどうでしょうね、はい、そうですね、ちょっとお互い表情が変わってきましたね。消耗してますね、もう両者。そうですね、いざさあどっちだ。あ、この膝捕まえて持ち上げた。いやーちいった、かなり危ない体勢で垂直に落としました。さあカウントがこれは和田恭平レフェリーによって数えられていきます。ノックアウトカウントです。今4ですか、カウント。はい、カウント4、カウント5、両者膝をつきました。どちらが先に立つ。先にエルボーを放ったのはジェイク。しかし石川です。ジェイクが正面から、石川だ。一撃の威力は石川か。そうですね、ここも一つ。ジェイクもさあこの打撃、どっちだ、どっちだ。石川がブロックしてボディに、そしてローキック、攻撃散らしてフェイントを見せて、あーぶっ取った、膝はジェイク。さあどっちだ。いやベンソン選手分かりませんね。そうですね、一体どっちだ。きたジェイクだ。まだ終わらせないと、ここじゃないと、まだまだ俺の時間を見せるんだとジェイク。石川を捉えます。じゃあ連打連打、この腹への連打、もう一つ。笑ってます、笑ってますね。そしてくるぞ、膝、これで終わりか。返します。いや終わりません。いやこの石川選手相当追い詰められてると思いますよ。はい、これで終えてしまうのか、ジェイクがこれでフィニッシュか。さあ行くか。何かつぶやいています。これいつも何言ってるんですかね、本当にもう。何かを言葉をかけて反動をつけて後ろから、大丈夫ですかね石川選手、意識が飛んでなかったらいいんですけど。意識を飛ばすようなその膝で高笑いを浮かべたのはジェイク・リー。さあ来るぞ、天から。あーっとここは丸めた、丸めた、スモールパッケージ、返します。さあここは石川か、膝、さあ来た来た、ムーティスプレス、空中通し目落とし、めっちゃ入った。石川修司の勝ち、石川修司の勝ち。ジェイク・リーは3敗目。いや動きました。いや技ありでしたね。いやー、はい、頭を抱えますジェイク・リー。これは頭の中にはなかったか。やっぱりこう丸め込み技って一つだけで出すのももちろん有効なんですけども、はい、それでパニックになった相手に対してもう一度重ねて出していくっていうのはより有効になりますよね。あ、はい、ですからあのスモールパッケージで丸められて、はい、あれがいい布石になってたってことですね、まあ、よりジェイクからすると、はい、次への警戒感が別の方に行ってしまったんですね、はい、そうですね。その胸を突くかのように空中同締め落とし、ルーテーズプレスを見せました石川修司。ジェイクリーからスリーカウント、言ってますけど逆転の巨人でしたね。石川これで4勝4敗、まだ可能性残してます、勝ち点8、はい、
わかりませんよこれは。さあ、ジェイク・リーが5勝3敗勝ち点10で、これは単独トップに躍り出ることができませんでした。石川修司が2位タイグループに並んでいます。さあ、石川修司、次は 5.3 後楽園、相手は諏訪間です。前にシングルやったな、何年前か忘れたけど、もう別人。ああ強いね、もう強いっていうかやられまくったよ。ああああ、まあでも3つ取ったな俺。大谷さんが怪我して欠場してみたいに、やっぱりこの長いチャンピオンカーの戦い、特にベテラン選手にとってはね、満身創痍の戦いだけど、俺はもう勝ち、もう逆転の巨人なんで、あと1個、次、スワマ戦、五冠戦の借りを返して、俺が逆転優勝、必ずします。返したんじゃないのかあれ。もういい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 。最終戦あと一つ残ってるんだ。それを優勝に導く勝利にすればいい。今日は今日でもう開き直る。あとは最後だけだ、もう最後だけだ。何か。本日のメインイベント2021チャンピオンカーニバル公式戦30分一本勝負を行います。21チャンピオンカーニバル、改めて現状をお伝えします。トップは5勝3敗の諏訪間とジェイク・リー、勝ち点10です。その2人を追いかけるのが勝ち点8、4勝のこの2位グループ。今日のメインイベントは4勝3敗2位グループの2人、宮原健人と青柳優馬。勝ってトップタイへと並んで最終日5月3日後楽園を迎えるのは果たしてどちらとなるのか。そう、宮原と青柳、現世界タッグ王者の2人がこの優勝争いにおいて潰し合うという形になります。過酷そして残酷なこのリング、タッグパートナーといえどシングルマッチとなればそれはすなわち敵同士であることを意味します。遠慮も譲り合いもありません。己が今年の春の祭典の頂点になるべくこの戦いに臨んできます。プロレスではこんな言葉、アノマリーもあります。リーグ戦黒星スタートは大本命、
宮原健人、今年は初戦の前線からのスタート。去年決勝で敗れた相手に雪辱が期待されました。しかしジャックハマーの前に散り、黒星での幕開けとなった宮原。ネクストリーム240ポンド、ただ今となっては再びこの優勝争いへ絡もうという存在。宮原がそのアノマリーをこの宮原のストーリーへと変えていくのか。さあ青柳よ、やってこい。メインイベント88代世界タッグ王者組対角戦です。青柳にとっては背中を持ってきて並ぼうとした存在。しかし超えることはできなかった。今成長を遂げ遥か先を走っていた宮原とタッグの頂点で共に並ぶ存在にとなりました。まだ優勝の可能性を残すのは2人とも。ネクストリム200ポンド、青柳優馬。レフェリー和田恭平。さあこの戦いどちらが一歩先んずるのか。さあ現状をお伝えしていきますが、メソル選手、はい、今日大谷が怪我で欠場となりまして、はいね、佐藤光平が不戦勝となってるんですね。5月3日の後楽園大会も、不戦勝、不戦敗になってるんですね、大谷選手にとっては。そうですね、はい、ですから今ですと佐藤光平も勝ち点10で上位に並んでるわけですね。はい、そうですね。情報間違っておりました、失礼いたしました。ですから今トップに並んでいるのが諏訪間、はい、そして佐藤光平、ジェイクリーという状況ですね、はい、さあそこに並ぶかというところになってきます。ここ宮原健人と青柳です。さあ果たしてここで一歩先にずるのはどちらとなるのか、まあ、ですから今すでにトップにこの勝ち点10が3人いる状況ですから、はい、ここを落として、勝ち点8のままとなるともう両者きつくなりますね。そうですね、すごい状況ですね。そう考えると佐藤光平に関してはこの青柳との戦いがあと残っているという状況になっています、はいはい。まずは組み合っていった。さあこのタッグパートナー同士、いやーこれはちょっと、はい、意地と意地ですね。そうですね、いやーどうしてもこの2人の戦いを見ると去年の三冠戦、そしてもう一つ青柳優馬選手のデビュー戦を思い出すんですよね。確かにそうですね、はい、うん、もう5年ぐらい経つんですかね。もう今や完全に並び立ってますよね。ずっとその宮原の背中を追ってきたんですよね、はい、青柳は、はい、それが今やこの共に世界タッグのベルトを巻く存在へと変わってるわけですね、はい、さあどうだ。ぐっとこれはロックアップしていきます。お互い手の内は知り尽くしてますからね、はい、そうですね、はい、まあ、ですから青柳からしますと大谷との試合がもうありませんから、すでにもうこれで勝ち点2がもうこれさらに決まっているという状況になっています。ですからここに勝てばもう大きく大きく前進していくという形になるのが青柳。さあどうか。ぐっと拳の力を込めるのは青柳。距離を取っていきます。
この2人に戦いながらどこに注目していきますか。はい、そうですね、青柳選手は去年ですかね、一昨年ですかね、はい、エンドゲームを使い始めて、それで一度宮原選手からギブアップを奪ってるんですよね、はい、でその後に三冠戦があって宮原対青柳っていう三冠戦があって、はい、でまたタッグチームを結成したということなんで、うん、まあ、エンドゲームいわば開発したての頃しか宮原健人は食らってないわけですよね、はい、そう考えると今の入り方とか改良に改良を重ねたエンドゲームをまだ食らってないんですよ。なるほど、はい、そこは青柳選手にとってアドバンテージかなと思いますね。あ、確かにそうですね、はい、そしてこの宮原のシャットダウンに関しては、はい、もうこれは食らってもいるし、はい、パートナーとして横でも見ている。そうですね、まあその一本の刀をひたすら磨き続けてるっていう宮原健人選手の強さもありますし、はい、そこでこう今までにもロックスターバスターとかいろんな武器があった青柳選手、でさらに今どんどんエンドゲームっていうものも同じ技だとしても入り方をどんどん変えてるわけですよね、まあ、そこはちょっとあんまり油断しちゃいけないのかなって思いますね、うん、ゲーッと絞っていく、顔面を絞り上げます。いや今陰湿陰湿って言われてますけどね、青柳選手、はい、こういうネチネチした技大好きそうですね、はい、いい顔してますよ、うん、そうですね、さあ動いていく、さあ顔面の蹴りだ、さあ場外へと押し出していきました。そしてアドキック、さすがタッグパートナー、読んでますね。一歩動きが見えているのは青柳の方か。いやー、これは宮原のポーズを青柳が真似するかのように、もうこのふてぶてしさ、これを見せていきます。青柳が残すところはこの宮原と郷天さんで、佐藤光平との戦いが待っています。現在首位にいるのが佐藤光平、はい、そして宮原も次はこの青柳と郷天さんでジェイクとの戦いが待っているわけですね、はい、まあ、ですからやはりこの辺りが首位争いになってきます、はい、さあこの2人対決どうだ。顔面ガツンとぶつけていったのは青柳、鉄柱にこの宮原の顔面をぶつけていきます。そして顔面ギュッと絞り上げる、これカメラに見せつけるかのようにこの技をスクショタイムって言ってますよ、撮れと、はい、全日本フレス TV をご覧になっている方にスクショを撮れと。あの宮原こういうの撮られるの嫌いなんですよね。そうですね、はい、もう多分あの自撮りのやつも何回も撮り直してあれですからね、きっと。なるほど、そういうことですね、はい、最高を目指してそこでもやってますからね、いつも。ですからそれをもうパートナーとして分かってるわけです、青柳も、はい、だからこういう姿を捉えたくない宮原のその心をも砕いていくかのように、あー来た、ヘッドバット、宮原のヘッドバットです。さあこの場外戦どうだ、どちらが、宮原がもう一発いった。本当にこの宮原の頭突きっていうのは流れ変わりますね。そうですね、ただ自分自身もダメージは負ってる部分はあると思いますね、やっぱり頭突きっていう技は。なるほど、その辺心配な部分もありますね。さあどうだ、来た、もう一つ、そしてレフェリーが、レフェリーが、これ和田光平レフェリーの足が絡まってますよ。あ、止めてます、止めてます。これレフェリーも一緒に、和田光平レフェリーの足も一緒に。これ多分強平さんも痛いですよ。強平さんも痛い。これはカウント数えていますが、宮原が離しません。先ほどの仕返しかのように。はい、あ、怒ってます、強平レフェリーも。今もまたスクショタイムって感じでしたね。また全日本プロレス名物です。邪魔だったら向こう行ってみようよ。
中言ってます。はい。これ、ね、宮原選手の言ってることが、ね、一個一個よく聞くとあんまりなんかよく分かんないことを言ってるんですよね。そうですか。はい。さあ画面ぶつけていく。さあこれでリングの中に入れました。ここからは宮原の時間とするか。さあこれは青柳ダメージを負ってリング中を倒れているという形です。ああこれはストンピング強烈。さらにもう一撃です。さあ顔面蹴り強烈。うわあジェットバット向かっていった青柳ですがこれを捉えました。さあカウントどうだ。返します。今これ青柳がかなり立つの厳しいですかね。そうですね。顔面これ絞り上げます。スタミナをさらに奪っていく作戦か宮原健人。青柳のこのシングルの面での成長ってのはどうでしょうね。いやもう今回この優勝戦線に絡んでるっていうことが全てじゃないですかね。はい。さあ顎を捉えて本当誰から勝ってもおかしくないですし、はい、今回このまま優勝まで突っ走ることもあり得ると思いますよ十分に。そして肘を落とす。肘を落とす。もう一つ顔面踏んでさらに冷酷さも見えます宮原健人です。必要に顔面を狙ってきますね。なんかいつも以上に攻めが厳しいような感じがしますね宮原選手の、はい、まあこの序盤の青柳の挑発するような動きというのもありました。はい。さあフロントハイキックは宮原健人。さあどうだ青柳はこれはなんとか展開を作っていきたいところです。どうしたと宮原。おっとこれエルボー。もう一つ。いやそしてヘッドバット。さあロープに振っていきます。バリアント空振りしてどうだ。飛び落ちた。フライングフォアアームです。逆転の一打となるか青柳優馬。青柳選手も冷静にこのタイミングを、ね、狙ってたかもしれないですね。うん、そうですね。これチャンスにしたいですよね青柳。はい。さあどうだ勢いつけてくる。フォアも強烈。振り返すのはなんだこれ。帰ってきた。クロスボディから声を上げて自らを鼓舞する。赤コーナートップから青柳優馬が飛んでくる。さあどうだ返した。カウント2です。青柳選手体はものすごく大きくなってるんですけど、はい、ジュニア時代からこの飛び技のキレっていうのは一切変わってないんですよね。確かにそうですね、はい、バックを取る。さあ得意のこのジャーマンか宮原へのあの裏切りのジャーマンもありました。今日は味方としてそしてシングルの敵同士として投げ切るか。フロントハイキックは宮原健人。流れを渡しきりません。簡単には得意技は出させない宮原健人。本当にあの裏切りのジャーマンから青柳選手の陰湿人生が
全てが始まったって言ってもいいかもしれないですよね。なるほど。それぐらい人生を変えた技ですからね。あれが去年の正月です、はい、そうですね、その1ヶ月後2月に三冠戦を戦いました。そして1年と2ヶ月経た今は、はい、世界タッグを巻いているこの2人。これはこらえたいですね、青柳選手。さあこれ持ち上げたい。さあこれは宮原がこの危ない体勢持っていけるか。ちょっと体勢浮いてきましたね、うん。さあ距離が間どうする。おーっとボディへのちぎ危ない。おおフロントネックロックだ。ここで絞り上げていく。この不安定な体勢でここでのフロントネックは初めて見ましたね。おおそしてうわこれエンドゲームの形に腕を捉えています。これ危ないですよ。宮原が動けない。ああ体重を後ろにかける。エプロンを使ってその角度を使って。ああ宮原大丈夫か。でこれ今高低差があったんでよりシビアに決まってたんじゃないですかね。宮原これ大丈夫ですか。意識ありますかね。これどうですかね。あ今ちょっと目覚ましました、ね、ようやく目が開きました。ただ今のこの激しい攻防の中で青柳もかなりスタミナを消耗しています。一瞬落ちてたとしたら状況分かってるからですよね。やはり落ちたりした後ってこう、はい、頭がふわっとなって何がどうなってるか分かんなかったりするんですよ。そうなんですね、はい、さあどうだその点。あーっとこれ場外カウント8です。場外カウント9戻りました。さあカバーに行く。さあそしてきたー青柳が締め上げる。ただでさえ意識朦朧としていた宮原の意識もさらに飛ばしにかかります。さあそして15分経過エンドゲームの形を作るか。これ結構位置もいいですよ。これ持っていけるか。絞りに行く。腕を折り曲げて。さあ完成だ。あーっと崩れた。これ青柳選手があとステップオーバーしてたらやばかったですね。このエンドゲームは世界タッグでもそして去年優勝しました世界最強タッグでも何度もこのエンドゲームでフィニッシュを決めてきました、はい、宮原も信頼を置くエンドゲームです、はい、それを宮原に決めました。さあそしてここは何を見せるか。わあっと来たぞ来たぞ来た。宮原が反応します。ただこれ宮原ダメージありますよ。そうですね。あっとこの危険な体勢この展開宮原か。さあここはボディに刺激。さあ首をここでまた締め上げる。ここでもエンドゲームやりそうですね今の青柳選手なら。さあどうだボディに一撃を見舞っていった。そしてヘッドバット。さあ首を捉える。ブレーンバスターの体勢投げ切るか。いった。リングが大きくきしみました。投げた宮原もこれはダメージがある。腰を押さえているのは青柳優馬。いやもう分かりませんね。はいそうですね。あでもやっぱり宮原選手宮原ですか。先に狙ってますね。宮原が来るか。さあなんとか立ち上がろうとする。さあ来た後ろからのブラックアウトです。
そしてもう一つブラックアウト。さあ中央でカウントが、これは2つ、3つはいきません。肩を上げたのは青柳です。さあフィニッシュへ行けるか。いやでも今宮原選手も青柳選手から3カウントを取ることがこんなに難しいことだっていうのを身に染みて分かってるはずですよ。分かってはいたとは思うんですけども、はい、これまでの青柳はいません。もう今の青柳、全身全霊を持って最高の男が青柳を仕留めに行く。さああとはシャットダウン、腕をクラッチして弧を描くだけだ。投げ切れるか。首を振るのは青柳。さあいけるか。いった、投げるか。うわーっと、そしていやーいった、ジャーマン。投げたのは青柳、かわして今度は宮原、中央でダウンは青柳、後方でダウンは宮原健人。やっぱり青柳もシャットダウンは分かってますね。そうですね、一番警戒するところですからね。このポジションであれば、このポジションであればなんとか抜けられる、それを見出していました青柳優馬。ダウンカウント結構進んでますね。8、さああと2つ、いや両者立ち上がるか。いやいや突き合わせる、世界タッグのパートナーです。それが今リング中央でのこのどつき合い、勝るのはどちらだ。エルボー1つ宮原、今度は青柳。でもね、今先に立ち上がったのは、膝立てたところから立ち上がったのは青柳の方が先だったんですよね、はい、その辺に意地を感じますよね、青柳選手の。俺だと、お前には譲らないと、お前から最高の座も奪い取ってやるんだと、そんな勢いを感じます青柳優馬。エルボーは宮原。20分経過。さあどうだ、青柳返せるか。エルボーいった、右。さあこのエルボーの打ち合い、一歩も引かない男同士。さあどうだ、もう一つ、エルボースマッシュ、打ち勝ちましたね。勝ったのは青柳、崩れたのは宮原。いやこれおそらく宮原にとっても過去最強の青柳でしょうね、はい、いやこれエルボー上から来るぞ、馬乗りで、馬乗りで捉えた、捉えた、下から宮原、いや上から青柳、このまま、いや下から宮原も意地がある。もう一つ、この青柳のエルボーのあれ終わるんですかね、すごい気迫だ。上から雨あられ打ち下ろしていきました。最後は顔面右のあたり、側頭部にもこのエルボーを見舞っていった。うわー、そしてまたこれは見せつけます、最高の男の表情をこの陰湿な顔で見せつけるのが青柳優馬。さあ青柳首をかきった、仕留め切るか。持ち上げたのは宮原。一体この男にはいくつエネルギーのタンクがあるのか。まだありましたね、ありますね。ブラックアウトキャッチして、エルボーは青柳、スペックック、危ない、宮原の動きが止まった、返した。ただもうこれは完全にノックダウン状態、
青柳、あとは決めきるだけだ。いったー、ロックサマスターはダメだ、なかった。今ちょっとかち上げ気味でこの膝入りましたね。崩れ落ちている。本能でこの膝を突き上げました宮原健人。やっぱり宮原が持っていってしまうのか、はい、確実にダメージはあるはずですよ。両者ですよね、もう、はい、自分を鼓舞するためのガッツポーズっていう感じですね。宮原を超えられるか、それともここも宮原なのか。待っている。ノックダウンカウンター5、宮原が制します。もう俺が行くと、一気に決め切ると。何を狙いますか宮原、これは。またノックダウンカウントですか。そうですね、立てませんね、これは。青い完全に今5ですね。さあどうだ、立てるか。完全にこれはもう立てない、ない、ない。カウントない。うわー、やれると。さあどうだ、いけるか。あー、この形、だるまの形で抱えた、いくか。うわー、反応した、反応した、反応した。フロントでクック、さあ締め上げる、締め上げる。これは青柳選手狙ってましたね、今のこれ。狙ってたんですか。狙ってた、狙ってた。あー、いやー、そしてこの形だ。エンドゲーム完成なるか。あ、これはジェイク戦の時と同じ作戦ですかね。うわー、締め上げてる、締め上げてる。これ危ないですよ。さらに腕をロックする。これ今日、あー、どうだ。今日一番のエンドゲームかもしれない、これは。エンドゲームは、あった、形ができた。腕をロックした。さらに体重をかければエンドゲーム完成となりますが、締め上げている、締め上げている。これは危ない。ステップオーバーしきれるか。どうだ、これ逃れられませんか宮原は。そうですね。あ、フォールに行きます、フォールに行きます。意識はどうだ、バッシャー。決め切ることはできなかった。宮原の意識は一筋残っていました。さあどうなる、さあどうなる。さああとはロックスターバスターか。今日はまだ成功していませんロックスターバスター。何を見せるか。うわ、スピンキック、空振り、ブラックアウト。さあそしてもう一つ、これはかわした、反動を使ってジャパニーズレッグロールクラッチホールド。崩れました、わずかに肩を上げた宮原健人。飛んでくる、ブラックアウト、カウンター。あーっと、これはただ宮原もバランスが、そしてシャットダウンを再び狙う。この接戦どちらがボディする、持っていけるか宮原。さあどうだ、今の足のふらつき具合見ると宮原選手も相当消耗してますね。さあここで抑えた、いけるか、投げ切るか、対抗できるか泳ぎ、対空時間の長いシャットダウン、スープレックスホールド。生き残ったのは最高の男、24分59秒、宮原健人の勝ち。やっぱりメインイベントは宮原だった。ブラックメンソーレ選手の解説です、はい。
かがでしたか。いや今のシャットダウンスプレックスに入る前、宮原選手も相当足に来てたので、はい、もう本当にここを逃したら終わりだぐらいの気持ちで臨んだんじゃないですかね、最後の技は。その位置が見えましたね。いやものすごい試合でしたね。いや本当ですね、もうお互い心身ともに消耗するような、解説してても消耗するような試合でしたね。これまで本当に、まあ、この2人の対決、過去にもあったわけですが、やっぱりもう、はい、進化した青柳優馬、はい、そして、はい、さらに磨きのかかった宮原と、はいはい、いや見るたびに演出っぷりも磨きがかかってきますね。いや素晴らしい戦いを見せたこの2人、青柳はどうでしたか。いや今言った通りにもうどん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 こう自分の演出っぷりをこう何ですかね、試合に投影していくというか、うん、はい、勝利につなげていくっていうファイトスタイルがすごく様になってますよね、はい、宮原はそれを完全に振り切る形となりました。相当でも宮原危なかったですよね、はい、いやもう紙一重ってところですかね。これで宮原5勝3敗勝ち点10、まあ、スワマジェイク、はい、そして、まあ、不戦勝もあります佐藤光平にこれで並びます、はい、そして残すは 5.3 後楽園でのジェイクとの戦いとなります宮原です、はい、いやちょっとまあ本当にもうこれだけの試合を見せられますと、はい、やっぱり宮原はかなり力がこれ違うのかなみたいに思っちゃうところあるんですけど、どうですかこれ他の選手も含めてここからっていうところ、もう差はないような感じしますけどね。そうですか、はい、誰が優勝してもおかしくないですねこのリーグ戦、うん、さあネクストリームです、新生ネクストリームの4人です。握手を交わします。宮原と青柳、やっぱりあとこの厚木選手、ライディング隼人選手っていう存在も青柳優馬選手にとっては大きいかもしれないですね。やっぱり兄貴分として引っ張っていかなきゃいけない立場ですから、その辺やっぱり成長を促されてる部分もあるのかもしれないですね。なるほど、新たな立場となって、はい、この2人が今激突をしました、はい、ネクストリームのリーダーとして、そして背中を追う存在ではなく共に並び立つ存在として青柳優馬、それを追いかける隼人と敦貴、この新生ネクストリーム、この4人、チャンピオンカーニバルという舞台がこの戦いを実現してくれました。さあマイクが置かれました、最高のマイクがつけそうです。
知らんがな、ジェイクリー、お前に一つ言っといてやる。お前は、トータルエクリプスになって、すべてを兼ね備えた男になったら認めよう。ただな、一つ、お前にとって残念なことがある。それはな、この宮原健人と同じ時代に生きることになったことだ。ジェイクリー、お前に足りないのはそこだけだ。そこだけが残念なことだ。このプロレス界のスーパースター、宮原健人と同じ時代に生きたことを5月3日後悔することになるだろう。そして自分の身を知ることになるだろう。5月3日だ。ついに2021年優勝者が決まる。この全日本プロレスの歴史においてとんでもない日になるのは間違いないことだ。絶対見逃すなよ。最後にテレビをご覧くださいさーい。全日本プロレス最この最高マイクは5月3日優勝してからに取っておこう。いつも以上の最高マイク、3150倍の最高マイクでこの2021年チャンピオンカーニバルを締めくくろうじゃねえか。もう一回言うぞ、3150倍の最高マイクだ。5月3日お会いしましょう。5月3日までお預けとなりました。はい、もうそれだけ覚悟があるんでしょうね、はい、3150倍、最高ってことですよね、見えてるんでしょうね、はい、そのマイクアピールが、はい、さあ改めて今日一日振り返ってください、メントル選手、はい、いやーもう本当今日最後2試合解説させていただいたんですけども、まあ、その2試合とも解説しててすごくこうなんですかね、まあ、さっきも言ったんですけどこう消耗するような、見てるだけでも消耗するような、はい、そんな熱い試合が続きましたね。そうでしたね、はい、いやもう本当にまあこれで優勝争いもう混迷となってますし、はい、まあ、ただやっぱり宮原とジェイクというところも、ね、この中心にいるというのもまた一つ確かなところですから、はい、5月3日の最終戦期待したいですね。そうですね、ぜひ視聴者の皆さんも見届けてもらいたいですね。そうですね、はい、激しい戦いをお送りしてまいりました。本日、残り2試合と残り2戦となったチャンピオンカーニバルをお送りしました。さあ残すはラスト、次の 5.3 後楽園です。ブラックメンソレ選手、ここまでどうもありがとうございました。シャンキューベリーマッチ。さあ次の5月3日後楽園、ぜひ期待してください。それではこの辺りでお別れです。シャー、ああもうダメです、乾杯です。さすが、もう我らが大将ですよ、宮原健人さんはね、いや今日いけるかなと思ったんですよ、ちょっと実は。でダメでしたね、やっぱさすがです大将ね。さ、開幕前に言ってましたね、あのエースを捨ててこのチャンピオンカーニバル臨みますって。いやでも思ったんですよ、エースって自分で名乗るものでも自分で捨てるものでもないんだなって。宮原健人さんという対戦相手を前にして戦った時にそう思いました。間違いなくあの人が全日本プロレスのエースなんだなっていうのをもう肌で感じましたね。はい、もう乾杯です。はい、はあ、でもって次5月3日次が最後、はあ、ああもう点数的にはどうなんですかね、なんかこうなんかの手違いで青柳が優勝とかなんないかな。ダメだ、なんで最後の最後で佐藤浩平なんだよ、もう心折れるわ、嫌になっちゃうよ。くそ、最後なんて頑張りますけども。今日10点
10点だ。ああ、5勝で10点だ。ああ、言いたいことは全て麻薬で言ってきたかな。ただな、この2021年、宮原健人、大復活だ。このチャンピオンカーニバルで大復活しないとな。待ってるみんながいるんだ、日本全国に。俺の声が聞こえないところまでファンの声、ファンの方たちはいるんだ。そこまで声を届けるには優勝が必要なんだ。5月3日だ。ついにフィナーレだ。約1ヶ月ぐらいか。ついにフィナーレだ。どんなことがあろうと優勝しなきゃ今俺はここにいる意味がないんだ。優勝しないと次の景色をファンの皆様にお見せすることはできない。必ず5月3日だ。ジェイク・リーガー、素晴らしい、認めざるを得ない存在になってんじゃねえか。俺がかつてお前のことをライバルだという表現で表現した。ただ俺の中では正直ライバルには物足りなかった。俺はライバルに物足りないけどライバルがいねえから育てなきゃなと思ったんだ。ただな、今は違うぞ。今の全日本プロレスは違う。俺がいなくても着々と時間は進んでいく。俺がメインイベントに立たなくても興行は閉まってる。その光景を見た時に俺は埋もれてたまるかという、ここ数年で味わったことない感情を暴いたよ。それが5月3日に表現する。ジェイク・リー、同じ時代に生きたレスラーとして俺ら以上に、全日本プロレス以上にファンのみんなが何かが生まれると期待してるのは分かってる。注目しといてくれ。まあ、社会情勢が不安な中で今こそ自分がっていう気持ちが強いですか。俺しかいねえだろ。それを表現できるのはやりたくてもできないよ。俺しかいねえんだ。やらなきゃいけない人間が俺だって俺は感じてるし分かってるから、それをやらないと5月3日全て宮原健人の全てを表現する。そして優勝する。しゃあ